それだ。ちょっと待って。いや、大丈夫。やばい。はい、皆さん、ナスキーです。ヤマピーです。このハスキーとヤマピーチャンネルですね。千年に一度は。手前も言った。普通の企画をやるということでございまして。イエーイ、久しぶりだね、この2人で。はい、どうもってやる。大体オープニングって1人で立ってる。仕掛けをしますみたいな、こうヨメピーがね、はい、ブランド服を買ってきたドッキリをしたじゃないですか。あれをね、ちゃんと着てほしいのね。多分可愛くなるな、変貌させると言いますか。まあちょっとね、垢抜けさせよう。そう、垢抜けさせよう企画みたいな。で、今回その5つの項目をちょっと用意しまして、1つは、まあ単純に服着ますね。その2つ目は化粧をちょっと公明しましょうか。で、3つ目は髪を巻く。ほんで次に、ピアス。マジでピアス？イヤリングじゃなくてピアス。いや、それがさ、だって怖いじゃん。なんか耳って一番聞こえるとこじゃん。その聞こえるとこの耳元でパチンってなるんやろ。それがめっちゃ怖い。というわけで、じゃあ早速、はい、お着替えしてきてください。まずはもうそっからなんで。じゃじゃーん、早速第1項目のこれを着ていきます。はい、今ね、着替えに行ったんですよ。ティッシュに血のりをちょっと用意しておきましょうか。あ、早いか。直前にやりましょう。実際にピアスはパチッてやって、あ、間違えたって言って、急いでティッシュを取りに行く時にもうボタボタボタとやりましょう。じゃあちょっとしましょう、お待ちください。じゃじゃーん、やらっちゃっちゃっちゃじゃーん。いいじゃないですか。おしゃれ、似合ってる。まあね、メガネがね、アンマッチ。まあ、まあそうだろうね。うん、まあ、こっからちょっとお化粧していきましょうか、まずは。はい、はい、顔を作っていきます。はいはい、みよん。やっぱヨメピはあれやな、んメガネ外した方が俺は好きやな。まあ、メガネしてても可愛いけど。それなんすか。これは、うん、クリームです。え、それなの。ファンデーションです。あ、間違った、リキッドファンデーションです。それではヨメピさん、お化粧をしてどれぐらい変わったのでしょうか。デレレレーン。おー、唇が結構いつもより濃いな。まあ、じゃあ次は髪を巻くという段階ですよ。はい、はい、髪とかちょっと染めれたかな。あれあるで、ヘアカラーワックスで、ワックス、あ、金髪にするやつ。でも私の髪に使ったらさ、うん、だいぶなくなると思うよ。いいの。いや、全部に使わないの。え、メッシュみたいにしたらいいんじゃない。あ、そう。え、メッシュってダニどこに入れるの。ダニ、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 ヘイ、ダニ、ダニ。一回だけこうやってピッて持って、うん、それにピッてつける感じ。こんな感じ。もっと少ない。いや、もういいんじゃない、そんぐらいで。あ、すごい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 。あ、ぽいやん。あー、ちょ、あー、わかるわ、わかるわかる。あ、ぽいで、なんかキャバクラにいそう。ぽい。ガールズバーとかに一気にそれで一箇所だけ、一箇所だけでいいんじゃない。あ、そう。うん、もうあえてぽくなってきたね。あ、ほんと。おー、メガネをつけているにもかかわらずぽくなってるっていうのは、これメガネを外したら相当じゃない。あ、しかもカラコンでピアスまで残ってるからさ、どうしよう。最強アイテムがあと2つ残ってて、この状態やったら、うん、これは期待大っすね。アイス食べる。あ、食べる。なんなんだこの許そう。収録中にアイス食う夫婦。今日ね、ちょうどこれ買ったんですよ、チョコバリを。めっちゃ普通に撮ってるやん。なんかでもちょっと何、バブルのおばさんっぽいかもしれんな。うん、どうしたらいいの。メガネのせい。うん、多分。うん、うまいな。うん、じゃあ、あとはカラコンっすね。うんふん。どうする、どんな風になっちゃうの。別人になっちゃうんじゃない。うん、宇宙人になれちゃう。別人になりすぎて地球人じゃなくなっちゃうの。顔ボーンって、髪の毛バーン抜けて。
やばいなそれ、それちょっと困る。いきなり突然ね。あ、ちょっと何休憩してんの。え、なんて何休憽してんの。ちょっとなんかもう楽屋みたいにさ、カラオケもご用意しました、はい、こちらです。はい、何これギョロギョロ目玉。やばくない。茶色そんな。だからな、多分劇的には変わらへんかもしれへんけど、うん、まあないよりはいいやろうみたいな。すごい。でも先にあのあれ言っておくと、まあ、これがあれですね、ピアスとか。ピアスさ、ピアス、ピアスどんなの買ったの。こんな。あ、かわいい。じゃあいよいよそのメガネを取る瞬間が見られるということで。てれーん。もうメガネ外しただけでいいんちゃう。キャラン。お、もう全然私は見えない自分の顔が。いや、めちゃめちゃ今凛々しかったのに顔見えてないんかい。あ、見えない。ドヤ顔してたで。なんか入れる瞬間ってピタってなって気持ちよくない。変わった。あ、黒目でかいでかいでかい。でかい？うん。黒目でかいけど、その、今入れた方、グリグリってなったからか、ちょっと充血してる。うん、なんかちょっとだけ痛い。ハスキーによる、嫁ピーのビューティーコロシアム。イエーイ。さあ、最後の仕上げとなってまいりました。だいぶ変わりましたね。あ、そうですか。うん。ありがとうございます。初めの頃とは、全然見違えたわ。あら、嬉しいです。うん、というわけで、今回、戻った。普通になった、いきなり。今回これでつけていきたいと思います、ピアス。これがピアスさです、例の嫁ピーの点滴。いや、でも本当に怖いわ。では待って、ここ怖いわ、怖い。ラスト。待って、本当に怖い。ちょっと待って、ちょっと、待って、それだ。やばい。ちょっと。え？ちょっと待って。ちょっと、なに。やだやだ。見たくない。そう、貫通した気はしなかったよ。ちょっとチクってしたけど、なに、うん、ビッて裂けたみたいな感じで。やだ。あの、傷がつい。やだ。ちょっと、どうしよう、これは。普通、一回ちょっと、消毒。え？そんなに？うん。なんかあったっけ？ある、マキロンある。痛い？うん、ちょっと。マキロンのどこか分からへん。そのポーチの中、黄色いポーチの中入ってる。あ、向こう側の両側的。うん、やだ、もうやだ、本当にやだ。それ、除光液や。除光液や、それは。見てくる、うん、ちょっと手洗いたいわ、うん、あ、もうティッシュついて。取らなくていいよ、こういうのは別に。取ってる場合じゃないじゃん。え？どこ、あ、見えへんの？傷、うん、この辺だったよね、でも。あれ、ない？あれ？え？以上、なんでそんなに。どっから出てきてんの？血のりか。血のりやねん。血のりやねん。血のりやねん。それ血のりやねん。ヨメフィもうびっくりした。びっくりした。ちゃうやん。ハスキーのビューティークロショップ。ピアスを開けるふりして、やばい、失敗したって血のり塗ってて、抑えてても全然気づかないんじゃないか。セーフィー。
なんか、あ、ちく、いや、いたみたいな感じだった。そりゃそうだ、だって俺がただつねってるだけやもん。ハスキー、ちまつり。ハスキー、ちまつりのマーキ。マーキ。そうですな、そうですな、揚げ足取ってくるところとかさ。マキロン持ってこい言うてるのに、化粧水持ってた。除光液持ってこい、もうバーホなんちゃう、こいつと思ったもん。動画を見てくれてありがとう。もしモフフちょっと応援してもいいかなと思ったらチャンネル登録ポチッとお願いします。もっと応援したくもいいでという方は高評価コメントもよろしくお願いします。 Twitter のフォローやシェアもしてくれたらとっても嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。